一周のこの時間はお祭りわっしょいです。このコーナーは楽しいことが大好きな人この指と生まれイベント派遣の楽しそうの提供でお送りします。今日もイベント派遣楽しそうの代表上野のり子さんにお話を伺います。上野さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。上野さん、はい、上野さんのご出演が始まってもう丸1年が経つんですよね。早いですね。いろいろお世話になっております。ね、あっという間な感じがするんですが、はい、いかがですか。はい、まあ、この1年振り返って、はい、本当に早かったです。それで、うん、あの土井さん、私ね、はい、去年のおみくじで、はい、大吉の上にまた大がついて大大吉というおみくじ。大吉の前にもう一つ大がついてる、はい、ご覧になったことあります？ないんですよ。もう私も一生に、ね、初めて引いたその大大吉のおみくじに、はい、背中を押されて、はい、何か今年はやらなきゃいけないなと思ったのが始まりなんです。それが1年経った今、本当初めはですね、本当にこの楽しそうを始めるにあたって、いろんなハンドメイドの方や、私がハンドメイドしているものですから、そういう方たちをたくさん集めて何かねしたいなということから始まったわけなんですが、20名ぐらいのまず初めメンバーさんができまして、はい、今はですねメンバーさんがまたメンバーさんを呼んでいただいて、またそのメンバーさんがメンバーさんを呼んでいただいて、うんうん、70名ぐらいに膨れ上がりました。増えましたね。はい、おかげさまでね、本当に私もこんな展開になると思ってなかったんですが、ぜひ皆さんと共にもっともっとまたメンバーさんを増やしていろんなことをしていきたいと思ってます。はい、では今後の楽しそうの展開はどのようになっていきますか。はい、これから1年間、まあ、いろんな目標を持ちながらやっていこうとは思っておりますが、はい、特に今年は、はい、アークハウス福山さんという手代にございます葬儀屋さんのもう全面的にご協力をいただきまして、去年しておりましたほっこり村をまた今年6月から、はい、友引きの日曜日に6月から12月まで毎月1回ほっこり村また開催いたしますので、ぜひですね皆様楽しみにおいでくださいませ。あ、場所が変わるんですね。はい、場所は変わりますが内容は変わりません。もっとパワーアップすると思います。アークハウス福山、はい、手代町にございますね。はい、はい、そうです。それとちょっと新しい企画です。あ、何でしょう。はい、楽しそうを友引きフォトイベント奇跡の一枚 in アークハウス福山というイベントをですね、はい、このまた6月から友引きの日に、皆さんちょっと今話題になっております、先日もちょっとテレビの放送があったようなんですが、女性の変身願望を叶えます変身写真をねお撮りする、そういうイベントを友引きの日だけするんですね。変身ってどのように変身するんですか。もう女優さんのようです。はい、もう私もちょっと変身してみましたが、もうオペラ歌手のようになりました。もう本当に綺麗ですよ。本当に変わるんですね。変わります、変わります。本当にね皆さんね、非日常的な普段の自分とは違うね、そういう変身を本当にお楽しみになっていただきたいのと、あとですね遺影写真ね、まあ、葬儀場さんでのイベントでございますので、遺影写真の方もねお撮りさせていただきます。ぜひね遺影写真はお撮りいただきたいなと思いますのが、やはりね突然のことでございますので、ご準備なさってない方たくさんいらっしゃると思うんです。でプロの美容師さんの方、プロのメイクアーティストの方がですね綺麗にお化粧していただいて、本当に自然なね笑顔のねそういうお写真をね家に残していただけたらなと思うんですね。やっぱり何十年もそのお写真残りますので、綺麗なおばあちゃんだったねっていうね、そういう思いを皆さんに残しておいていただけたらなと思います。そちらの方のイベントね今年は力入れてまいりますので、ぜひお楽しみになさってください。
はい、そういったことが6月から行われるということですね、はい、また詳しいことはおいおいとお知らせさせてください。はい、はい、お願いします、はい、では近々イベントなどありますか。はい、あの4月に2つイベントございまして、はい、去年の12月3日の日に楽しそう冬のフェスタというイベントをさせていただきました。これはあの緑町のハローズ様のショッピングモール内にございますエントランスで行ったわけなんですが、この春4月にあのまた春のフェスタ in 母の日フェアをさせていただきます。あともう一つですね、楽しそうの春休みだお祭りわっしょいというイベントの方もまた別の会場で予定しておりますので、またそちらについてもあの次回にお知らせさせていただきます。では上野さん、問い合わせ先はどちらになりますか。はい、あの今回はですね、あの私の携帯の方に問い合わせございましたらいただきたいと思います。番号は 090-9504-3792 090-9504-3792 までお問い合わせください。今日もイベント派遣楽しそうの代表上野のり子さんにお話を伺いました。上野さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。お祭りわっしょい、このコーナーは楽しいことが大好きな人この指とまれイベント派遣の楽しそうの提供でお送りしました。